ほい。今の何？ウェイマン家にはオンドリがいるのね。ほんとびっくり。ねえ、オンドリといえば卵、卵といえば朝食よね。でしょ？ステファニー、オンドリは卵を産まないと思うけど。おはよう、お腹空いた人？そりゃ昨夜あんなに騒いだんじゃお腹ペコペコだろうね。パパ、お泊まり会はキャーキャー言ったりクスクス笑ったり、それが楽しいの。キャーキャークスクスならいいけど、いびきがうるさかったぞ。いびき？そんなの聞こえなかった。私もオンドリの声しか聞いてない。いびきをオンドリの声と間違えたんじゃないのかい？何よ。だっていつも発声練習で変な音出すじゃない。発声練習は歌を歌うため。いびきじゃない。いびきをかきそうな人って言ったら。違うって、いびきなんて書いたことない。自分が気づかないだけじゃない。声も大きいもんね。オリビアの声も大きい、私よりもね。いびきって低い音波が伝わるのよ。私に聞こえなかったってことは、私から一番離れてた人ってこと。でも、ミアの枕は低いわ。枕が低いと呼吸しにくくなるでしょ。低い枕が好きなの。でも私、いびきはかかない。絶対に。じゃあ誰なの？私じゃないわ。そうだ、誕生日にもらったレコーダーがあるわ。早く使ってみたかったの。今夜みんなが寝てる間に録音してもいいかしら。それで犯人がわかる。うん、いいわよ。運動して肺を鍛えるわ。枕がふわふわならいびきはかかないはず。絶対にいびきはかかないわ。ペパーミントで鼻すっきり。いびきはかかないの歌手は。加湿していびきを防ぐわ。鼻に透明のテープも貼っときましょう。オーケー、うん、これでセット完了よ。おやすみなさい。おはよう。早速レコーダーのチェックよ。これはアンドレアね。私？これはエマでしょ。ねえ、統計によれば人間は一生に一回はいびきをかくそうよ。おっと、間違えて消去しちゃった。あら、それは残念。すっごく残念だわ。ねえ、ピクニックに出かけていびきのことなんて忘れましょう。いびきの話はもう終わりね。そうだそうだ。ママ、面白い話があるよ。